福島市販学校は、第二次世界大戦中の1943年に、福島県に設置された市販学校である。本校は、福島県市販学校、福島県女子市販学校などの前身諸校を含めて、記述する。福島県小学教則講習所、福島県市販伝習校、岩尾全県伝習学校、岩尾全県平市販学校、 岩前県三春市販学校若松県、教員養成学校福島第1号市販学校、福島第2号市販学校、福島第3号市販学校9、福島市販学校福島人城市販学校、福島県人城市販学校福島県市販学校福島県女子、市販学校福島市販、学校浜田高知記念碑船場町高知記念碑前進、 の福島県市範学校から引き継いだ福島市浜田町のコーチを使用した。浜田コーチは、更新の新生福島大学学芸学部に引き継がれ、1979年4月に、現在の金谷川キャンパスに統合移転するまで使用された。1980年4月、旧浜田コーチの南半分は、福島県立福島東高等学校のコーチとなった。その後、 北半分には1982年5月に福島大学附属中学校、1984年3月に福島大学附属幼稚園が移転し、現在に至っている。前身の福島県女子師範学校から引き継いだ福島市船場町のコーチを使用した。新生福島大学学芸学部への移行を前にした1949年3月、男子部、 女子部が統合され、船場町校地には、付属小学校、中学校が置かれた。後に、旧船場町校地は、福島県立医科大学に使用され、1960年8月に、福島大学付属中学校が、市内腰浜町に、1961年7月に、同付属小学校が、市内派、タスクルーに移転した。1987年6月、 福島県立医科大学は市内光が丘に移転した。現在、旧船場町高地には福島県庁東文庁舎や県北建設事務所が建てられている。国道4号を挟んで東側にある福島大学職員会館は、かつてこの地に女子市販機宿舎があった名残である。ありがとうございます。